どうもこんばんは、ゆっちです。そろそろ10月10日待ちに待ったこの日が来ますね。ドラゴンボールスパーキングゼロ発売日、いや違うね、常識じゃないですか。10月10日って言ったらタイマニンの妊娠の日だろうが。このチャンネルではガンプラや美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて今日の標的はフィギュアライズスタンダードのルナマリア。前々から玄関工房さんからご指名を受けていたので、今回はルナマリアのドスケベスーツを堪能しながらルナマリアをめちゃくちゃというわけで早速レビューをしていこう。しかしもういろんな YouTuber がレビューをやっているだろうから、サクッとレビューしていく。まずこのプラモに一つ言えるのは可愛い。ちょっと前までは化け物量産企業だったのに、最近のバンダイのキャラモノはマジで可愛いな。この前出たフミナも可愛かったしね。キャラモノのプラモを絶対に売るっていうバンダイの本気を感じるよね。そしてこのルナマリアのケツ、とうとう一線を越えてきたようだなバンダイ。一瞬武器屋が出してるのかって思うようなケツだ。正直言ってバンダイのビプラは魅力を感じなかった。だがこのケツは別だ。バンダイさん、30ミニッツシリーズもこの勢いでこのケツでやってくれ。さらにこのいい感じのケツ2つもある。なんとこのプラも腰が2種類もある。しかもこっちの胴体は前を開けていて、さらに色気を出している。控えめに言って素晴らしい。さらにプラモの中の布は柔らか素材、触るとおっぺいがやっこいぜ。ただ内面のシャツが一体造形になっているため、上下の腰がひねれないのではと思いきや、柔らかパーツのおかげでしっかりと腰をひねることができるんですよ。バンダイの変態技術が光る。ただここまで柔らかパーツだと時間が経った時ボロボロにならないかが心配ですね。次に気になる点。気になる点は探すのが大変なほど、ほぼ気になる点はない。ただあえて一つ言うのならば、フミナ先輩の時も感じた可動域ですね。膝が二重関節じゃないため少し可動域が狭いです。もう少し膝を曲げられるようになったら嬉しいな。それくらいかな、もう特になんもない。ケツ最高。さてざっくりレビューは以上。今日は以前ルナマリアを改造するならどういうやつがいいっていうアンケートで見事1位だったタイマニンの改造をしていきます。一応ミキシングなどかっこいい系のプラモの改造プラモを用意してたんですけれどね、みんな本能に忠実で素晴らしい。そういうノリ俺大好きだよ。ただどれに寄せるかですよね。今回はタイマニン RPG に出てくるアサギ先生のこちら無糖魔界スーツに寄せて作っていきます。なんでこれかって、脱がしやすそうでエッチだからに決まってんじゃん。さ、改造をしていく。ルナマリアの体はそこまでエッチじゃないため、まずこの100均で売っているヤスリを使い、くびれをゴリゴリ削ってエッチにしていく。だがくびれだけではエッチなボディにはならない。なのでくびれだけではなく、お腹周りや骨盤を出すために股あたりもヤスリの丸い部分で削っていく。あと忘れちゃいけないへそ。へそはデザインナイフで金掛けをして、へそっぽいくぼみを作っていきます。あとは上半身につながる腰の部分を可動の邪魔にならないように内側にへの字になるように削り出します。くびれ、お腹、骨盤と要点を抑えて削ってあげれば一気にエッチになるってわけだぜ。ただ腰のボリュームはやっぱり物足りない感があるので、パテを盛り修正。そして一度サーフェイサーを塗って表面の凹凸がはっきりしているかを確認。でもここまでやるなら他の美少女プラモのパーツを使えばいいんじゃないって思うじゃん。美少女プラモの体も有限。ほいほい、他の美少女プラモの素材を使っているとね、プラモの腰だけがなくなっちまうんだよ。ただいつも女神デバイスの素体を使ったりしているので、可動域の違いで問題が発生。いつもの感覚で動かしていたら普通に折れたよ。だが折れちまったもんは仕方がない。まず股下を切り落とし、その隙間から折れた関節を切り取ります。その中をリューターで形を整え、女神デバイスでなぜかめちゃくちゃ余っている股下の関節を接着。固定できたら切った股下のパーツを接着してパテで整えれば完成。これによりルナの関節と違って引き出し関節になったので可動が良くなった。可動域や腰が整ったらタイマニンのスーツの造形。シャーペンでマーキングしてパテを盛りスーツを造形します。この時腰だけではなく足の周りのスーツ造形も一緒に整えていきます。ちなみに足は女神デバイスのキュービが余っているのでこっちを使っていく。乾燥したらデザインナイフで金掛けをしてスーツの形を整えます。整ったボディがこんな感じだ。ケツが丸だし早く肌色を塗って堪能したいな。胸元はルナマリアではなく都合のいい女フミナ先輩の余った胸元パーツを使いちょこっとだけ造形を楽する。正直言って胸パーツはなぜかめちゃくちゃ余ってる。ある程度パーツを継ぎ足していい感じに装甲とおっぱいを強調していこうと思ったのだが、いつの間にかおっぱい持っちゃった。
ちょっと楽するためにフミナのパーツを使ったはずなのに、性欲に抗えず胸を持っちまった。フミナ要素はゼロになった胸だがラインを入れ、パテでスーツっぽくしていく。できたスーツと横土がこんな感じ。さらに今回は背中も抜かりなくパテを持った。正直どっこにもフミナ要素はねえ。続いて腕回り。腕は一度分解してルナマリアの二の腕部分だけにして接着。その後フミナ先輩の腕の根元を移植して、肘から下はフミナ先輩の腕を使っていく。これにより造形と可動域をうまく整えられる。腕は合わせ目を消してからプラ板を貼り、パテで表面の形を作ります。さらにスーツの造形を作ったら、手首にはフミナ先輩の手首パーツを浅くつけて、手首の関節ができるだけ隠れるように接着します。これである程度関節が隠れて綺麗に仕上がります。できたスーツがこんな感じ。肩はルナマリアのパーツを使いました。そのままだと気持ち悪いため、追加モールドを彫りスーツ造形に寄せています。続いて足回り。足回りは先ほど腰と同時進行していた九尾の足をヤスリで整えたら、ルナマリアの使っていない足、ここら辺の太ももがちょうどいい形をしているので、内面を削り取り整えた太ももに接着。貼り付けてから超音波カッターで好みの形に仕上げていく。あとはパテで表面を鳴らせばこんな感じ。一応細かいルナマリアのパーツは貼り付けているのだが、パテで隠れて全然わかりませんね。最後に足首周り。足首には女神デバイスの足を使います。この足を程よい角度で接着剤で固定、そこにハイヒールの形に切った1ミリのプラ板を2枚重ねて接着。しっかり接着したらパテとヤスリで形を整えればこんな感じ。これでハイヒールの完成。もちろんこれは土台なため、ここからスーツに合わせてパテを持っていく。これで大まかな調整は終了。一度魔改造したルナマリアを見ていこう。ルナマリア要素を感じるのは顔と肩パッドだけ。フミナ先輩の時もそうだったからいつも通りだね。あとは塗装と言いたいところだが、いじっていたら胸元の関節が折れた。今回は関節を折ることがとにかく多いな。ま、焦れば焦るほどドツボにはまるが、焦らず対処すればなんとかなる。この対処は簡単。折れたつなぎ目に攻めラインを接着。これだけかよって思うけど、結構これでいける。ここからは追加武装とちょっと細かい部分。まずは 0.2 ミリのタガネで、塗装後に墨入れしやすくするためにパテで持ったスーツ造形に合わせてモールドを彫り直します。彫り直したらヤスリ掛けをして、さらに綺麗にスーツの表面を仕上げます。今度はタガネのサイズを変えて 0.5 ミリと 0.8 ミリを使用。スーツに見える青緑色の線を作るために、このタガネで一部パーツを太く彫ります。今回の浅木先生に合わせて彫り直していますが、他のプラモでもちょっと寂しいなっていうところは、少し幅を広げて仕上げてあげると綺麗に仕上がる。例えば今年作ったプラモの中でこれをやったのが高畑のどか。塗装は大変だが、ぜひやってみてくれよな。さらにスーツを作っていて思ったのだが、こいつには武器がない。そこでアクションタイバニーを遊んでよく見る浅木先生のバイクスタイルを参考に、コトブキ屋のオプションユニットのバイクを用意。これでライディングデュエルもできるってわけだぜ。しかもサイズもぴったり。オプションで刀もついてくるので完璧。あとは変態グッズだよね。今回用意したのはセリアのベッド。これに何とは言わないが、何かが染み込んだ風に塗装すれば完璧なはずだ。さて塗装に行く前にちょっとした宣伝。今回はガーレリさんのエアブラシダブルアクショントリガーを使っていきます。細拭きから大きい面積まで幅広く塗れるエアブラシ、後日今回の使用感とともにレビューするのでお楽しみに。よし、全ての準備は完了。一度細かい塵やゴミをジョイ君で洗い流し、持ち手棒に持たせよく乾燥させたら塗装行くぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつけを良くします。その上からサーフェイサーパステルピンクを塗り、フレームアームズガールカラー FG01 と FG03 をハーフに混ぜ、肌色を塗っていきます。この時一緒に影をつけて肌をエッチにしていく。その後マスキングをして、オーラブルー、ペンキレッド、ピュアブラックを調色して、網タイツになる部分を茶色に塗ります。その上から100均で買った髪止め用のネットをかぶせ金色に塗装。剥がすとこのような金色の網目ができるので、影をつける両量で金色の下地の塗料をタイツに塗っていきます。そうすると網タイツっぽい塗装の完成。この後肌と網タイツは一度艶消しのトップコートを塗った後にマスキングをして、その上から青緑色になる部分にスカイブルー、蛍光ブルーグリーン、パステルミートグリーンの順番に程よい青緑色を塗っていきます。ここまで来たらあとはスーツの色。パールシルバー、ローズディープレッド、純色シアンを使い、
浅木先生のタイマニンスーツっぽいスーツの色を塗ります。さらに単色だとちょっとイマイチになってしまうので、塗った後のスーツには純色マゼンタや純色シアンを塗って塗り分けをします。この後さらにスーツにはマスキングをして、バイクのフレーム部分と一緒に一度サーフェイサーブラックを塗ります。その上からフレームメタリック2を塗装していきます。バイクのボディ色はある程度浅木先生のスーツとは違いを持たせたいので、パール塗装を混ぜないで塗装。ただこれだけだと味気がないので、前面の走行パーツには先ほどにも使った髪留め用のネットをかぶせ、フレームメタリックで塗装、カーボン塗装で仕上げます。最後に髪の毛。髪の毛は説明書を見て近い色を選んで、ローズディープレッド、純色バイオレット、ホワイトを混ぜ塗装します。その上からハイライトとしてブリリアントピンクを塗ったら、クリアのトップコートでコーティング。よく乾燥したらその上から影を塗っていきます。塗りすぎてしまった影は100均などで手に入るメラミンスポンジを使い、塗りすぎてしまった影を拭き取ります。拭き取るとハイライトと影がはっきりするので、とても綺麗になります。ただ擦りすぎると下地の色まで擦り取ってしまうので、擦りすぎには注意だ。最後にオーラブルーを使って髪の毛の裏や毛先を気持ち青くします。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。今回初めて使ったエアブラシだったが、細拭きから大きい面積までこれ一本で全部できたぜ。さ、マスキングを剥がして最後は部分塗装と言っても、今日はだいぶエアブラシで頑張ったため、あとは墨入れぐらい。墨入れはタミヤの墨入れブラックを使用して墨入れをします。はみ出してしまった部分は薄め液を使い綿棒で拭き取ります。顔には付属のフェイスデカールを貼り、口元にはエナメル塗料のレッドとホワイトを混ぜ、大雑把に塗ってから綿棒で整えます。あとはチーク、化粧品でほっぺたにチークを描いていく。これで一気に顔の血色が良くなって可愛く仕上がるぜ。ここまで来たら最後はトップコート、スーツにはクリア単体でツルツルボディに仕上げ、バイクなどにはツヤ消しとクリアをハーフに混ぜ、程よい質感で仕上げます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。これがルナマリアのタイマニンだぜ。今回のルナマリアはいかがだったでしょうか。おいおいユチよ、エッチな道具としてベッドとか用意してなかったっけって思った方、結構いい感じに濡れてしまってですね、ベッド単体でも映したら怒られるんじゃないかなって思ってしまって、
ビビっちまった。なのでルナのケツとベッドシーンはメンバーズシップ限定公開だ。ルナマリアのケツは290円。それでは今日の動画もこんな感じ。ルナマリアのタイマニー姿で新たな扉が開けそうだっていう方はぜひコメントくれよな。あとはついでに高評価とチャンネル登録もしてくれると嬉しいぜ。おまけの C パート。今回は前回作ったパラディンはおかげさまで6万6千円で落札できたので、丁寧に梱包して段ボールに入れていったぜ。しかし、これだけじゃ味気ないかな、と思ったので、前回ののどかからやっている無印のアクリルケースを用意し、これの大きさにパッケージイラストを切り出し、裏面にちょっと可愛いパラディン風の女の子を描くぜ。描き終わったらサインを入れ、今回はゴム手袋を装備してからアクリルに入れていく。しまったのがこんな感じだ。こいつをおまけとして装備させて発送していくぜ。今回も購入してくれた方、動画を視聴してくれた方、入札をしてくれた方、皆さんありがとうございます。魔改造したルナマリアとかは売ったりするとちょっと危ないのですが、ちょい改造のパラディンなんかはこれからも出品していくぜ。このチャンネルではこのように嫁に出したりしているのですが、年々積みプラだけではなく完成したプラモが棚を圧迫していく中、皆さんはどのようにプラモを飾っていますか？俺は冷蔵庫の上を占拠した。よかったら飾り方のテクニック X などでコメントくれよな。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。